はい、オルガンライフです。皆さん、まあ親御さん持つというか子供いますか？まあ子供、まあ最初の頃は可愛い、ただ当然どんどん成長してきますよね。それで成長すると、まあ賢くなっていく、またはそのために教えないといけない。まあそうなってくると親の立場、場合によっては下がる場合があるんですよね。学校で習ったこととか、まあ、どんどんわからなくなってく。まあ、小学校高学年ぐらいの授業になってくると厳しいのかなってね。親御さんとしては親の威厳がある。まあ、ただ子供としては、まあ、素直に、あれ？大人って頭悪いの？みたいな。学校で習ったこと知らないじゃんみたいな。なんか勉強やれやれとかいろいろ言ってる。勉強の大切さを解く。でも、その大切なものを知らないという、その、背反したところ。そういうところが出てくる。あれ？おかしいじゃんみたいな。そうなってくるんですよね。子供は、まあ、素直っていうか正直だから、それに対して反応しちゃう。まあ、大人、まあ、そこで親御さんが覚えればいい。この自分のわからないことをもう一度覚えればいいんだけど、大体はやらない。やらないどころかおかしいっていう。そういう人も時々いるみたいですけど、まあ、子供の方が、この、いわゆる学校の勉強ということで学校の勉強ということに関しては、まあ、賢いというか、上になる。まあ、これ、正直に、この親御さんたちがわからないというのを認めた方がいいですね。まあ、認めたくないっていう頑固なところがある。その頑固なところがあるんだったら、頑固に、この、やろうよって。勉強。わからなければ、この頑固を通すという意味で、覚えようよっていう。それができなきゃ、ごめんなさい。ちょっと忘れちゃった。うん、まあそこで、子供の時に勉強してなかったとかって言うと苦しいんですよね。あ、じゃあしなくていいじゃん。しなくて、お父さんお母さんみたいになれるんでしょうって。子供から見て、真っ当な生活してて、それ家族のいる生活、まあ、家の周り見ても別に不自由はしない。周りと比べて、貧乏であるわけじゃないし、まあ、あと、特段金持ちでもない。そういう状況を、この、勉強しないで通せるという、そういう理論が子供の中で成り立っちゃいますからね。だから、まあ、ごめんなさいって言っといて、これから覚えますみたいな、そんな感じで、まあ、中学終わりぐらいまでの、この勉強をフォローできるぐらいの力はつけた方がいいのかなってね。まあ、連立方程式、分数、他なんだ、中学までの数学算数っていうと、何がある？まあ、大きな数字とか、そこら辺になってくると、ただ単に、面倒くささの問題ですからね。ちっちゃな数字の、その繰り返しになるから、他何がある？分数、負の数、素数、微分積分はないか？素数か。うん、素数、因数分解。そこですね。そういうところを、覚える必要があるのかなってね。そんな感じがしますね。うん、正直、子供とかお子さんが成長すると、学校の勉強難しくなります。ただ、できる限り、ついてってあげた方がいいのかな、って思いますね。わからなきゃ本当勉強するみたいなね。まあ、子供が知ってることを、当然親は知ってるよ。
それで威厳が保てれば、まあ最高なんですよね。あの、体のでかさとか、あと、たまたま早く生まれたから、たまたま早く生まれたからによる、その経済的な優位性、そういうところは苦しいんですよね。それは先に生まれてれば体も大きいし、力もあるし、あと、経済的な優位性も当然ある。まあ、それで勝つ。それは、当たり前だから置いといて、まあ、子供が今習ってること。当然、親御さんも習ってるはずだから、まあ、そんなのわかるよぐらいの、そのぐらいの力は身につけとくべきなのかなってね。そう考えますね。わからなければ教えてもらうみたいな。しっかり教科書読むみたいな。教科書読めば多分分かりますよ。意外にこのドキュメント、あの、ドキュメントを読む力ってついてますからね。小学校の時の教科書を貸してもらって読めば、この今やろうとしてるものが何者なのかっていうのが分かるはずですよ。一応算数、数学、学校で習うこと、何らかの道具ですからね。だから親御さんっていうか子供、お子さんがいる立場の人は子供に負けないように勉強してください。これ絶対勉強しないと子供拗ねますからね、バカにされますからね。親の威厳を試すには、親の威厳を保つには勉強してくださいっていうことですね。ではバイバイ。